さん、風の谷のナウシカは正気のマスクをつけたナウシカの声をやるために紙コップをつけながら収録したというお話、ご存知でしょうか。この紙コップの底に穴を開けてそのナウシカの声を取ったそうです。今日はどの形が一番ナウシカの声に近づけられるのか実験したいと思います。虫小屋氏が午後の胞子を飛ばしてる。え、似てない。次、三角。虫小屋氏が午後の胞子を飛ばしてる。あー、なんか響きづらくなったかも。ちっちゃめにしました。虫小屋氏が午後の胞子を飛ばしてる。ちっちゃい方がやっぱ反響しやすいのと聞き取りやすい。虫小屋氏が午後の胞子を飛ばしてる。おー、でもちょっと近いかも。虫小屋氏が午後の胞子を飛ばしてる。他人の人が喜ぶわ。道具作りの材料にずっと困らなくて済むもの。気づいた、こっちへ来る。そんな変わらん。